いらっしゃいませ。いらっしゃいました。何なんこれ。4月やん、この明日。あ、ほんま。4月ね。4月ですよ。もう4月ですよ。来たね。この間おせち料理食べたばっかりやと思ってたら。雪もバンバン大雪やったね。今年は寒い、春ですよ。あっちゅう間にもう春なるとなんか嬉しなってくる ね。心がこう春は春はるするね。でも今日も眠たいね。今日は眠たいね。眠たいね。でも眠たさも吹っ飛ぶね。吹っ飛ぶね。いやなんか今日元気やな。ええことあった。いや春はこういうねやっぱりね爽やかな服を着るとね。あそうね、うん。着るものとかでね気分がやっぱ変わります。結構ボーダー。色とか、ね、ボーダーね。もうね。今日なんか合わせたのグレー。グレー合わせた。ね。偶然偶然。白に赤ね。白に赤ね。素敵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 。あの。カント君と、うん、あのイメージングのトレーナークラスで、はい、まあ、それじゃなくて中高生クラスを、うんうんうん、あの2人でコンビで、はい、すごいね、ね、あの、うん、中高生もいいね、いい、カント君小学生もね、小学生、うん、小学生もいいね、で、みんな何色が好き？全部好き。どんな果物が好き？え、果物、嫌いな果物ない？はい、全部好き。僕ね、ほんまに果物なんか嫌いな果物があるの？嫌いというか食べにくい。まあまあ、それこそ、まあ、めんどくさい言うたらあかんですね。めんどくさいのはあるわ。むかむかなんか。ああ、そういう意味ね。ちょっと食いたいもんね。でもね、あの、私メロン系よりも、うん、とかあるわ、自分が好きな。私、金柑とか。金柑変わってるね。金柑って。琵琶。うん、ちょっとちっちゃいね。あとザクロ。が、何それ今言ってんの？あ、好きなんや。好き。ザクロもうまいね。アメリカチェリーサクロ。美味しいよね。美味しいよ。美味しい美味しい美味しい。なんかそういうの好きかな。ブドウ。モモタブドウ。ブドウが一番めんどくさい。めんどくさい。なんで？もう手前だ。だから出さなきゃ。それってあの種類によるよ。ああ。マスカットうまいですか？無くやなうまい。無く無く。いや無いてうまいわあれは。岡山のお菓子でね、うん、マスカット丸ごと入ったやつがあんねん。うん、大福じゃなくて。それも10年ぐらい前マスカット丸々入ったみたいマスカットが周りはなんかゼリーのようなんかもうお砂糖だけのようななんかもうほんまに果物なんか食べたことあるような気がするもう一回食べたいわあれどこやろ美味しかったよ岡山やねやろ岡山のお菓子でねマスカットくるんでるやつあんねんどこやろって岡山やはいコマーシャルはいシャナナンバーシャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲットシャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思いますはい、シャナナンバーはい、こちらの方がシャナナ TV 内あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんかご登録はこちらからご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼントどれも喋れへんから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 春は体を動かしたくなりませんかなりませんかなりませんかまあまあ、スポーツしたくなるコートをね、違うね、コートとか重たかったね、うん、それをこう外したりそれで楽なんかそこでやっぱり荷物やっぱり減るそうやね、そうやねそういうことがあるのねそう言うたら身があるよ肩こるっていう思い込みもあるけど服って重たいもん、ね、まあ季節 ね全部るやん寒いからこうなるか余計なで前鏡だったりとかそうですね、うん、そこはあるよねだからこう脱いでいくっていうのは心の全ても脱いでいくのもいいけど軽くなるからそういうことか、ね、体ってね、この間ね体幹注入っていうのをちょっと学んでみたいわゆる体幹、あの、体幹を鍛えるって、うんま、僕らでも子供らにも言うねんけど体幹ってすごいスポーツするには大事やと、うん、ね、体の向きね、うん、でその体幹を鍛える運動でいろいろ、いろんな問題のとこでもやってるんですけど、うん、その鍛える前にチューニングせなあかん、うん、いわゆる緩めなあかん、うん、例えばギター弾く前にチューニング音を合わせてから曲、うん、まあピアノでも調律にチューニングする、うん、体も一緒やと、うん、まずチューニングしてやら、うんその和らげてから鍛えるとすごいいいんやと、うん、でやその人はキックボクシングなんか世界一を何人も育てるが、ね、ごめんなチューニングって和らげるってことなあ違う違う調理あ合わせる合わせるうん、だからその体幹を合わせるっていう言い方をするの、うん、いわゆる緩めるんですって体幹を、うん、でさあ鍛えてくださいっていう状態を作ってからやらなあかん、うんうん、ほなその世界チャンピオンとかね、うん、まずこう寝てお腹をカーッと押さえはるんですよ、うんうんうん
まあ、大体硬いんですよ、みんな、うんうんうん、そのチャンピオンとかは、はい、息吐いて、息通したらもう下に突きそうなるぐらいへこむねんで、それを自分でこう、やらげていくっていうやり方、うんうん、そうすると、そのいろんな方があるんですよね、そうするとこう床にベタン見えへんから、ベターンで寝るじゃないですか、うんまあ、人間ってこう丸なってるから、うん、背中がついた感がないんですよ、うん、それとかこうた普通に立った姿勢で、うん、足ってね、うん、なんか浮いてますよ、ほとんど地に足をつけるっていう、うん、その緩める体操をすると、うん、寝たらもうベチャーって、うん、気持ちいいね、うん、立っても足のなんかもう全体で立ってるっていう感じがするんですよ、うんヨガをしてると、うん、そうなの最後全部やった後は寝るともう全部つくねん、うん、あヨガも多分そういうこと、ね、同じ理論やと思いますわ、ストレッチポールもねあれ乗って、うん、で下に降りたら、あそうそうそれやってやるんですよ、うん、それも、うん、そうだね、だからボクシングでいうとずっとこうやって力入っても、うん、あ緩めといてパンってやるから、うん、野球もこうやる、いつもこの前にこういかに野球で力抜くかやる、あんなくにゃくにゃなこの人おったやん、なんか前梨田さんこんにゃくだね、そうやね、なんかこうやっといて当たる瞬間だけカッて力入れると、うん、投げる時もリリースする時だけちょっとボールを切るっていう言い方するんですよ、うん、そうするといい球いくの、うん、で毎日やっとほんのそれはやってんねん最近、どんな感じだほんとえ、だからめっちゃわかんないそんな、どんな感じなのそんなって、そんなめっちゃって、だから寝ると気持ちいい、すごい先生よね、そんなの教えてほしいね、そうそれは何で行ったの？野球関係で、ね、いや、伊達さんのお子さんがな、そこのその人な、ほんまに習いに行くと、うん、なんか何時も覚えてるんですよ、読んでくれはって、まあ、1日コースではまずやすい、1回コースあれね、なんか高校野球の名門校にもね、あのあー、そうそう行ってはってたね、あの、アクルヒ行ってはったね、何先生で言うの？そんな大事なことそうそうそう、いやこれは大切な情報、ね、情報、面白お笑い情報番組やから後でここに先生の写真も載せます無事を載せる映画でも分からない先生聞かないね、うん、まあまあね、うん、いや、あのいや大丈夫、 SNS OK って言ってはったから、あそう、はい、前あのゲストに来てくれたあのやわらの、あいやいや、あの方も池田先生、池田君、ね、あの方も体ね、そう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 、今でもずっと鍛えてて、ね、まあ、その辺は、うん、分かってる、全部やってはるじゃんか、うん、ね、ね、うん、分かってはるね、体ってやっぱりその大事もね、理屈がちゃんと合うのが面白いよね、どうしたら変わってる今、うん、何も何も、ね、でも私ね、のりさんのフェイスブック楽しみで、もう晩何食べはってんやろうと思って、うん、店終わって夜中に何食べてはんねやろって思って、ね、もうあれでもここも行きたい、あそこも行きたい、いっぱいあんねんけど、いやあのだから前言うたね、うん、その半年待ちのね居酒屋さんがあると、ね、その料理もつい美味しそうね、ほんまに半年待ちな、ほんまに半年待ち、3月に今言うて、今言うてだからもう電話では今もう取れないんです、もう8月いっぱいは、だから来月になったら9月から12月9月以降の予約を取りますと、だけど2月中に行ったお客さんが帰りにみんな予約入れて帰るんで、電話した時にはもうだから空いてるとこがここかここやったらぐらいな感じです、あと突然キャンセル、取ってきた、僕は取ってないんで、ちょっとまた人に頼まれてね、僕、まあ、それこそ僕のフェイスブック見た友達から、あ行きたいから、もしあれやったら取ってくれませんかって言うから、ほんなら電話するぐらいやし、うん、あの取ってあげるよって言って、うん、電話したけど、やっぱりあの、うん、来月になったからもう一遍電話、え、この間のりさん行った時は予約してけへんかったとね、僕連れててもうたんです、友達がね、うん、誘われて行って、で、一緒に4人で行ったんですけど、3人はみんな予約して帰ってました、ってことは別々にってこと、別々、そうそう、だからどんどん口コミでもいい、すごいね、それでもね、この間やってもだいぶ前やけど、2月の頭ぐらいに行って、ね、もう2ヶ月ぐらい前に行って、してるけど、9月とかでしたよ、予約が、その時で。なんかグレープとか結構三つ星とかミシュランとかですごい聞いたりするけど、井戸川さんね。でもやっぱり、ね、まあ、美味しもちろん美味しくて、でそこはもともとお酒屋さんやったんで、え、このワインがこの値段みたいな値段で飲めるっていうのがまたその売りなんですけど、あとロケーションもだから、真っ暗な路地の住宅街の路地の中にポツンと看板も何も出てない、何入るの、それがだからテーブル4つしかないんです、あ
それはもうなかなかね、で1回でしかしやがれへん、そうそうそう、だからもう5時から7時で7時半からっていうのはやらない、もうその日のあれだけでっていう。え、でも出てくるものも決まってんの？一応ねメニューはあるんですけど、もうこれだけ長い間人気なんで、うん、聞いた方がいいですよっていう口コミなんですよ、うん、それこそ自分で1個食べたいのも頼むし、今日何がいいですかって言ったら、うん、ほんなら僕がおすすめを丸つけますって言って丸つけて、ま、食べられへんもんがあったりとかしたらそれも食べれないとか言ったらいいんですけど、うん、基本これ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 こんな感じで出しますけどって言って、あ、お願いしますっていう、で足りひんかったらまだお腹減ってるんですけど、あ、これかこれって言われて、そんな感じの注文の仕方なんです、うん、でもみんな美味しい、なんか美味しかったもん、写真ね、一応ね、イタリアンがメインの居酒屋さんなんですけど、パスタとかが、ね、美味しいんですけど、でも肉豆腐だったりとか、あの肉豆腐が美味しかった、めっちゃ今日晩それしようかなそう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 、もしまだあのちょこちょこ電話しようと思って、ね、予約取れたらみんなで行きましょう、行きましょう、行きましょう、ね、あの前行こう言ったとこ行ったのね、なんか韓国のかかれなかと、なんかもうそういう、あー、いらっしゃい、毎度、何々です、そうそうそう、入りください、ありがとうみたいな、一人でね、一人でずっと何人、何人役もするとこね、森さんもちょっとそんなとこあるもんなあれね、でもそこがすごいよ、僕もね、多分ね、30分やったらできるわ、あー、もっと人切れてまうよね、ネタがね、ずっとちょっとそれ、入り込むな、うん、それはいけるわ、毎日、うん、8時間ですよ、一人でやってるんですよ、すごいな、すごい、すごい人なれへんのかな、もう山ほどねえよな、山ほどいると思う、あの人はほんますごい、ほんで何が面白いってね、全員がね、そのことによってお客さんがグループするの、一体感が生まれるんですよ、そうやね、もう待たされようが、しょうもないことを言っても、しょうもないことを言った瞬間全員がしょうもないねって言って目を見合わせるんですよ、それをまたしょうもないことを5回ぐらいかぶしてくるんですよ、めっちゃしょうもないんですよ、でももうみんな顔見たらみんなすごいよねめちゃくちゃおもろい、そこもなかなか入られへんわけ、そこはあ、だ予約取れます、取れます、大丈夫です、ね、大丈夫です、はい、面白いです、やっぱり飲食やってるし、その情報もいっぱい入ってくるやろうし、ね、なんか私たちの見たことないようなところ行きたい、行きたい、行きたい、正直これレポート番組になるじゃん、あ、それなんかね、そこって撮ったらあかんのか、間違いいと思いますよ、言っといて、いやいやね、持って僕らが、僕らがいつも動画撮らねえでしょ、撮らへんだけだ、そうそうそう、撮ったらええ言われる、どこ行ってもバーベキューも撮ろな、何撮ろな、何撮ろな、何撮ろな、撮ってない、撮らないです、全然撮ってませんよね、全然撮ってない、面白いよね、そのフォームね、そこやってやってみる、一回だから、もう選手も言ったけど、うん、その、お題は酒場、お題は酒場やるときに、ドリンクと一人芝居担当した、そうそうそう、一人芝居なんで、はい、喜んでなんとかはい、氷ちょっと取ってよはい、オッケー、はい、オッケー、はい、氷なくなりました、なりました、氷できて、はい、オッケー、はいはい、もう監督山です、監督山です、はい、すぐ山になりそうやね、そう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 、山が何かわからない人は過去放送を見てくださいね、見ていただきたいと思いますね、席前とかも用意ね、え、席前、席前、席前、もう一番最初に急いで出してくれっていう、あー、席前って、席前、それはでもな、まあで席の前やから、まあ、意味的にはそんな感じかなと思うけど、もうこの業界入った時から、うん、南蛮テーブルさんから席前席前って言ったら、急いではる人とかね、なんか、まあ、オーダーミスでちょっと順番抜かしとかした時とか、もうとにかくそこからまず行ってくれって、私いつも思うんだけどさ、いろんなとこから来るやん、うん、よう覚えてれるよな、追加とか来て、いや、それもそこが私、ちょっとどないできる、いや、でも、書くんじゃないの、書き取ったら、まあ、今は僕もちょっともう弱い、衰えてるから書きますけど、やっぱり生きてた時は30、40のドリンクオーダーとかは入ってましたからね、マジで、あのね、もうそれこそ映像で覚えるんです、あー、ええでね、1とグラスだ、11だからもうで、ビールは覚えへんとかね、あー、私ね、昔ね、アルバイトした時にね、喫茶店で、そしたらあの海のそばのね、あの島におったから喫茶店行って、うん、で、そしたらこう若いお兄ちゃんたちわーっと来て12人で、全員違うことをこう言うてくるんよ、うん、そしたらメモ取るやん、うん、で、お姉ちゃんメモ持ってきた方がええん違うって言うたけど、最初そんな全部違うと思えへんから大丈夫ですって言うてしまったって、まあ意地があるやん、うん、もう覚えたわ12人でもほんまにみんなわざとかどうか分かるけど全部違うのいいよって、うん、で、でも一個ずつこうぐわーっと思って分かりましたって言って、で言って作ってもらって、もう一問覚えてた時にはもう達成感、拍手、嬉しいね、なんかそんなのがあった、次からでも持ってったよ、メモも、今なんか
売ったらむそれ前なんかすぐに早落としていってはないもん ねそういうのもあるね。それこそ尾崎先生のね、うん、ところのイメージで最初僕ら今はどうか知らないで言ったら、うん、あの絵見て覚えるやつありますあります記憶カード、うん、あれずっと最初の頃中高生なんかもたまにやってますね、うん、何僕ら何言って30枚そうです30枚私たちは30枚を覚える順番に覚えてねストーリーで、ね、覚えていくやつね絵がいっぱい出てきてね、うん、飛行機とかありえない物語を物語をありえなく作っていくできるだけありえない物語を作るで覚えていくってね、あれ今高齢者の免許を返納する返納制社会問題になってるけど、あれにで教習所行ったら、うん、教習所はもうあんたやめなさいとは言う権利はないんだけども、うん、まあそろそろ、うんうん、かもしれないですよぐらいのことを言うんですけど、そこもその記憶の絵を覚えさす、うん、10、15ぐらい、20ぐらい、うん、で親父がうちも78、80手前ぐらいだったんですけど、去年一昨年ぐらいはめっちゃその覚え方を自慢して喋りよったんですよ。わしはまだ言うてもそんなもんこれもやってて言うて、今年の正月何も言わんかった行ってきたけど、そうだいぶあかんかったんちゃう自信なくすんよね、多分わかるわ。うちのお父さんも帰ってきて、うちは父も母も両方70でも返してなかった。あれなんか返したなんかくれん、何もくれん、なんか言ってたで最近、早返せ、ちょっとなんかだからご褒美じゃないけど、ね、早何か事故多いから返したら、うん、早く返してもらうの最近ちゃんそれ、そう最近うちはもう前やからね。あ、そうなんかくれんねんって何くれんねんくれんねん新しい運転免許くれたし何やねん。あ、そうでも今車なんかもね、こうちょっと当たらない自動運転とかいろいろあるよね、うん、それも便利かなって思う。あれがね、でもね、あかんらしい。あ、そう、覚えられへんから、お客さん、そう、覚えられへんから新しいこと覚えられへん。そうやもんな、私たち覚えとったよ、電話番号何番って今なんかもう、見るから覚えへんもん ね。そうそう、でも車好きのね、お金持ちの高齢者って1年ごとで買い替えたい、うん、人がいてね、僕のお客さん、店のお客さんとかで車売ってはる人もね、やっぱ今はそういう人ら、今までやったら売れ、自分の成績になるから売りたいけど、最近はやっぱりほんまにお客さんのことを思ったら、止めるようにしてます。新しい話で、ほんなら一個前のタイプのこういうもっとだからスポーティーなやつがありますよとかって言ってしないと事故につながる確率が非常に高い。新しいなぁね、そうか、慣れてない。だってどんどんね、その操作とか分からなくなってくるんだよね。わしはできる、わしはできるって言ってやんだけど、それがやっぱりいざっていう時になったら反応が出なくて、逆にその勝手に止まってまもたりとかすることが余計事故につながったりとかするんで。私ミッションやって、私の免許取るときは、うん、で平和台自動車学校、難しいよ、でそこまで坂急坂こうね、すっごい好きやって、クラッチ合わせが、うん、好きだったんだよ。で、まあ、そこからサイド聞きながらこうやって、で今ってさ、この間すごい坂道行ってんけど、ないやん、クラッチ合わせが、これサイド外したときって車大丈夫なんて一生思ってる。前はクラッチ合わせながら動けへんから、こう合わせながらビューンと上がってるやん、ほーっとまなってるけど、ね、サイドの時にウトウできへんやろかと思ったら、いけへんね、なんかストップ機能がついとるからね、すごいなと思って、大丈夫なんやと思って。あ、ドライブ入れといたらいいの。ドライブ入れといたら、でもずっとずっと行くんかなって一瞬ちょっとミッション可能は出した。でも急やと思ってた。いや、めっちゃ急やったら、でもあれでも何秒か止まってくるでしょ。ああ、まあね、ちょっとドキドキした、うん、あれはもうちょっとドキドキ。でもうちの母が免許取ってる時っていうのは、構造とかがあって、ちゃんとタイヤを変えるのも授業なんかあったよ。あったあった。だから うちのお母ちゃんはパンク直せんの、ジャッキで上げてっていう。パンク直せんの？直せんパンク、すごめん、ダンパンクない、パンクのタイヤを交換でしょ。パンクができない、パンク直せんの。でもだから私だからあれやん、パンクしたってお母ちゃん呼ぶよったもん。私今来てすぐジャッキでかあげてあとったら溶線の溶線溶線そう、何なの溶する溶ジャッキやってあげて、そんなん、そんなんがお手前。僕昔ね、嫁はんと結婚する前にスキー行って、うん、で昔のチェーンって鎖やったでしょ、うん、ほんで帰りに、まあ、下まで降りてきて、今ちゃうの鎖、今なんかこんな樹脂の硬いやつやから、なんかシャン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 言うてくれます、覚えてるの。で昔はこうはしごみたいにこうなしてね、こう下置いといて車全然こうつなぎ合わせてこう、まあ、あれをね外すときに、あれ外すときは中内側から外さなあかん、うん、で外側から外してもうて、
ね、向こう側へカーンと落ちてしもて、それが取れへんで、もう大雪降るんだから、もう汗べちょ、半袖なんて汗べちょべちょかきながらジャッキ投げてタイヤ外して外したことあるね。え、今はどうなの？どんなの？今は軽まで、もう硬いから車動かんとやったらいいだけなの？まあまあ車動かさなあかんけど、でも硬いからこう外したらもうガッシャーンってこうなる。でも鎖やがフニャフニャってなるから向こう側に落ちてもうたら、スキー行く時なんかバスのね、よくやってはったの。そうそう、バスの姉さんね、大変やけど。そう、今どんどん便利になっていくからさ、ほんまになんでなんだよね。スキー行くの、スキー昔はよく毎週は行ってた。私もやないけど、スノボーでもボードなってからよく行かんなと思った。スキーやな、スキー行きましょうよ来年やね、次シーズンね、次シーズン、ね、4月やから、とにかくあの、のりさんの、これはやるよ、のりさんのお弁当で、うん、あまずね、あのピクニックね、ピクニックというか、うん、なんかね、もうちょっと企画詰めながらね、お絵かきするのか、うん、何か海なのか、動物園、山なのか、動物園、その動物園ってね、うん、あの、神戸なんか動物園とか、神戸市の水族園とかさ、うん、あの子供の日とかもようやったな、子供。そうやね、王子動物園でパンダおんねやおるよ、おんね、意外と騒がれ、こんだけパンダパンダよく騒がれてない。禁止校持ったやな、禁止校持ったね、禁止校でない、あの、もうあの、そう、あ、中国の孫悟空のモデルになったと言われる、ね、フラミンゴが入ったらすごいって、フラミンゴおるね、たね、フラミンゴね、うん、なんでピンクなんでしょうっていう話じゃないね。なんでなん、これはもうなんでなんですか。餌やったんちゃうかな、ピンクの。うん、ほんまに。うん、そうやね、そうやったらごめんなさい。びっくりした。カラーネーションって。いやいや、ちゃうやん、餌野生もおるやん、まあ、餌がピンク、エビなのか、カニなのか。エビはあれ、茹でるからピンクになるんであって、生きてる時はあるね、あの赤い色素のも、だから卵の黄身もそうじゃないですか。あれ、あ、なんか食べさせたらこういいのが出るか、食べたものの色が出るから。でもほんまそうよ、あの、うん、赤ちゃんにあのおっぱい飲ませたら、うん、お母さんがほうれん草を食べたら、うん、赤ちゃんは緑の出してはった。ほんまやね、ほんまやね、ほんまやね、フラミンゴ。この緑の おっぱいでいうこと、おっぱい緑なんてえな、おっぱい緑でへんで、おっぱいは緑じゃないけど、お母さんがほうれん草食べるでしょ、食べるやんか、おっぱい飲むでしょ、おっぱいは白いおっぱいなんだ、おっぱい緑だけど、あの成分がね、出るものは赤ちゃんの、まあ、そう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 、そうよ、ええ話になってきた、ええ話になってきた、あるやんな、ある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 、信じられへん、いやいや信じれる、信じれるやんか、色素のことだからね、そういうことやんか、うん、だって私らもそうやんな、辛いもの食べた時とか、うん、お腹痛なったりとか、筋肉いっぱい食べたらとかね、やっぱりその何か影響するよ、出そうとするねんか、ね、体ってすごいな、うん、体なんてほとんど分かんない、はい、はい、もう終わりなの？もっとしてほしいよ、もうちょっとだけね。耳元でささやくような声ってどう歌えばいいんだろう。先生知ってる？ちょっとやってみてもいい？4月はね、1,2,3 らしいやん。いや、もう4月ね、4月、うん、そう、1,2,3 らしいやん、3分の1も入ったね、記念のいや、ほんませえ、ね、ほんませえ、ね、4分の1終わってしまったのよ。いや、だからね、あの、どんどん楽しんでいかんとね、いやいや、これから体、外に出て動かす、うん、ね、シーズンになっていくからね、ね、まあ野球なんかやったら練習がさ、もうね、このシーズンになると、もう野球やりたくなって、いや、でもまだ、あの、僕らの草野球も呼びますから、ね、やりましょうね。あれほんまちょっともっと、うん、もっとやる、年に1回とかじゃなくて、分かりました、あれ真夏でしょ、うん、は 今ぐらい、5月ぐらいにしませんか、まあ、それじゃ子供たちにも一緒に、子供とも対抗したら平日やのよ、僕ら、あの、そう、平日の朝から、ね、あのさ、50型やのに投げれんの、いや、もうほとんど投げれない、打てない、走れない、もう出ない、なんでやんの、楽しみ、打てなかったユニフォームは着るもんね、ユニフォームは着るけどな、野球好きな人、今年はほんなら倍はね、やりましょう、やろうやろう、倍はやりましょう、倍って2試合こと去年1試合しかして一歩ずつじゃん、年に1試合ってね、大人でも大人の方たちもよく何のかやってはるもんな、じゃあ絶対ね、資源あるけどね、野球もアホほど好きな人、あれすごいね、支えながら前どこでやった、
だから、神戸の大倉山のグランド。じゃあ出てきはった笹山さん。そうよ。あ、であとそのまだおんねん、うん、伊達さんも。伊達さん野球、ね、水曜日やぞ。ずいけん。ずいずいもおるし。ずいずいはけえへんない。けえなんでけえへんの。テレビに出たくせにね。ほんまに。テレビ出てね。私見たよ。言えるなんだけどね。あの卒業生のいらっしゃる中。そうですね。ね、この間出てはりましたもんね。ね、うん、ありますね。野球ね、勝てるはずやねんけどね、あの時も負けたね。負けた。でもやっぱりなんか昔やってたっていうのでまたやってみようかってなるの。これ過去の記憶、ね、野球やると負けたくないそうですね。それは何でも、じゃあトランプでも、いやまあそうやけど、ボーリングでも別にまあ遊びやがええなかなと思うけど、やっとって負けたらやっぱ悔しになってくるんだよね、うん、あれ思う、ね、勝負やからね。悔しいっていう気持ちはでもすごくなんか良くない、あの、ね、そんなマイナスなことじゃね、うん、ないよね。勝負と勝ち負けやからね、スポーツもやっぱりそれがあって、どうせやんやったら勝ちたい。チームどうやって分けんの。いや、それは、ね、相手は決まってるよね。僕らは言うたらお店のスタッフ中心のメンバーなんで、相手は相手チームがおってやりましょう。でうちは助っ人で勝ちたいから、助っ人で経験者を呼んでるんです。本来どうなんや、打たないです。打たない、打てない、打てない、守れない、走れない、走れない、投げれない、三拍子揃った選手やからね。でもみんな嬉しいじゃん、はい、その後一緒にご飯も行けない。なんで仕事やから僕らなんでみんな仕事やん。みんなそう、みんな勝手に帰っていけない。そうそう、それだけでも行きたいんや。そうそう、すごいな。その後すぐあの仕入れがないのが一番いいから。私そのやらないけど、あのテニス部の中学校のやっぱり仲間も年に1回歌ってる。ああいいね。ああそうなんや。そういうなんかスポーツやったりとか。え、テニスしてたんですか。テニス部なんですよ私。エースを狙ってたんですか。あー、エースはね、まあエースを狙うというか、これはしてないよ。僕らの頃でアタックナンバーワンやったじゃないですか。痛い、ここてんてんてんなの痛いね。でもバレーもやったら面白いねんけどね、みんなでね。バレーもしましょうか。ビーチバレー、しんどい。ビーチバレーはしんどいね。足そんなもん持たへん、持たへん。まだなんかみんなゲートバレー。何ゲートバレー。ゲートボール。あ、ゲートボール。あ、でもなんか楽しみだった。この間なんかそれこそ笹山の方行ったら、うん、おじいちゃんおばあちゃんたちが集まってもうすごい楽しそうにゲートボールしてはった。ああ、そうなんよね。いいやんかね、スポーツこれからいろいろ考えてた。あったかなってきたから、なんかまたね、はい、あの野球したいね、あの、うん、野球版みたいなやつあるやん。あるあるある。ガーンって夢がモリモリみたいな感じのやつ、ね、あいつがタカさんがやってるやつ。タカさんがやってるやつ、あのトンネルズのプロ野球選手交えて、はいはいはい、でももう終電やからね。そうやね。まあでもまたいろいろ面白いこと今年もね、やるでしょ。はい、やるんだ。こんなことよ、年度始まり、ありがとう。